to Ukraine. No. バイデン大統領は30日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じ、ウクライナが求めている F-16 戦闘機の供与について否定しました。またウクライナと隣接するポーランドを訪れる予定があると述べましたが、時期は明らかにしませんでした。